そうですよ。いや、そうかなと思ったんですけど。そうです。はい。よろしいでしょうか。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあまず写真集発売になりましたので、はい、感想をお願いします。はい、ですね、あの2冊目を出させていただけるって聞いた時はもう本当にびっくりしたし、こんなに短いスパンでって思ったんですけど、すごいこうなんだろう、メンバーのみんなにもこう見てもらってこう感想聞いてみたら、あのすごい自然な、なんかカリンが見えてるねっていう風に言われて、こう私自身はこう笑顔がすごい多くって嬉しいなって思います。どうですか、メンバーの反響とか周囲の反響どうですか。そうですね、あのメンバーも、まあ、なんだろう、なんか可愛いね可愛いねって言ってくれてすごい嬉しかったんですけど、なんかその反面ちょっと恥ずかしいなっていうところもあって、こうなんだろう、結構こう肌を見せてるので、すごいこうなんだろうな、なんかこうすごい楽しいというか、みんなに見てもらえて嬉しいです。水着のシーンもありましたけども、はい、ロケ地沖縄ですよね、はい、寒くなかったですか今時期。いや本当に寒くて、なんと大寒波が来てた時だったんですよ。でなんかこう東京では雪が降ってるなんていう話も聞きつつ、沖縄でダウンコートを着て撮影してました。じゃあ鳥肌立っちゃってる感じ。いや気合で鳥肌は立ってないです。お撮ってないです。プロとして、プロとしてはい、体の中は暖かかったので大丈夫です。どうですか、沖縄に行って楽しかったこととか撮影の思い出みたいなもの。そうですね、あの撮影中に美味しいものもたくさん食べさせてもらいまして、特にあと耳がともずくが好きで、あとみぶどんも好きなんですよ。でその3つは絶対こう食べていかなきゃダメだと思って、こう頼んで全部食べて帰りました。先ほどお気に入りショットでアイスを食べてるシーンがありましたけども、はい、これお気に入りのポイントを教えてください。いやこのアイスのシーンは本当にあのお腹もちょっと空いてて、でなんか早くアイス食べたいなって思ってた時に、こう本当にこうもっちょー食べたいっていう気持ちの中食べてる一口目だと思うので、すごい目がランランと輝いてるんですよ。だからあのすごいお気に入りだし、あとはこのなんかこう衣装もなかなか自分がこう選んで着るようなワンピースではないなっていうふうに思ったので、お好みです。はい。でも寒かったって言ってましたよね。はい、寒かったです。でもアイスクリーム、でもお腹空いてたのもあって、あとアイスもすごい好きなんですよ私。で特にストロベリーのアイスが好きで、だからわざわざストロベリーを一番上にしてもらってはい、食べました、美味しかったです。あとあの後ろの方に涙を流してるページがあったんですけども、はい、ですね、これはどうしたんですか。これはですね、いろいろなことを考えて、こうちょっとこう物思いにふけるというか、こうちょっと黄昏で見るっていうシーンで、やっぱりこうなんだろう、いろいろなことを考えたら、なんかこうポロッと流れたという感じですかね。いろいろなことというと、まあ、あのジュースジュースにこう加入してからのことだったりとか、こういろんな本当にこうなんだろうな、今までのこの自分の人生というかを考えて、はい、いろいろ考えた結果、まあ、あの涙が流れました。はい、16歳で物思いにふけると。はい、そうですね、まあ、そういうシーンだったっていうのもあるんですけど。この時はカメラマンさんに何か指示はもらったんですか。全くあの無言の状態で、本当に何も喋らずにシャッター音だけが鳴り響く中で、こういろいろ考え事をしました。泣けとか脅されたとか。え？泣いてくれって脅かされたとか。いや脅かされてないです全然。はい、でもはい頑張りました。写真集、はい、ね、あのジュースジュースとしても2年目に突入ですよね、はいはい、どうですかお気持ちは。うん、そうですね、まだてかまだてかもう2年経ってしまったんだっていう、こうメンバーでも言ってるんですけど、あっという間のようで、でも振り返ってみるといろんなことがあって、あっという間じゃなかったなって感じることもあるので、こうやっぱり私たちはこれから来年の秋に武道館公演ができるように220公演単独公演をやるっていう宣言をさせていただいたんですけど、そのなんだろう、宣言通りやっぱり220公演1公演1公演をこれから大切にしていかなきゃなっていうふうに思える、今までのこの長さというか2年間だったんじゃないかなって思います。先日あの中野サンプラザ公演で、はい、X 時代から立ってた気持ち話されてましたけど、はい、もっと詳しく話を。そうですね、
私はこう本当にハロープロジェクトにこうハロプロエッグとして加入して、その時からあの中野サンプラザのステージに立たせてもらってて、こうすごくこうなんだろうな、先輩方の輝く姿だったりとか、こう本当にあの昔からこう中野サンプラザはハロープロジェクトのコンサートで立たせてもらうステージって思ってたので、こう単独で今自分が立ってるんだって思ったら、こうなんだろうな、感動ももちろんですし、こう一気にこうなんだろう、今までのことが走馬灯のように蘇ってきて、本当に涙が溢れましたね。メンバーの様子はどうでしたか？いや、メンバーも本当にこうなんだろう、感動してて、みんな涙を我慢してる感じで、はい、あの特にあの一緒に研修生をやっていた高木咲ちゃんもすごいこう感動してました。そんな中、オリコンウィークリーチャート1位で、はい、今勢いづいてますけども、はい、どうですか、ジュースジュースの宮本かりんとして今後の意気込みみたいなものは？ジュースジュースの宮本かりんとしてはですね、やっぱり目標としている来年の秋までにあの武道館公演と220公演っていうのは、やっぱり220公演というこう私たちも全く想像のできてない数字なんですけど、やっぱり220分の1の公演に入ってくださる方もいらっしゃると思うので、一公演一公演本当に大切にして、武道館でのライブも絶対絶対成功させられるように、こう武道館でのライブができるように頑張りたいなと思います。ライバルのアイドルグループとかありますか？ライバル、まあ、でもライバルはそうですね、でもやっぱり自分たち自身が毎公演毎公演ライバルだなっていう風にみんなで言っているので、あの自分たちのパフォーマンスを自分たちが負けないように頑張りたいなと思います。じゃあ目標のアイドルみたいなもの？目標はやっぱりあのハロープロジェクトの大先輩のキュートさんですね。はい、あの同じ5人組ということもありますし、やっぱりパフォーマンス力もすごいので、はい、あのアンジュルムのコンサートでは福田さんが11月29日をもって発表されてましたけども、はい、どうですか？そうですね、福田さんは私は新ミニモニとしてハロプロエッグの時に同じアンジュルムの竹内あかりちゃんと、あとは元モーニング娘。のリンリンさんと4人で組ませていただいていたこともあって、本当にこういろんなことを福田さんからは教えてもらったり、私はできなくて泣いてた時も多かったんですけど、そういう時に励ましてくださったり、本当に面白いんですよ、あのちょっかいをしょっちゅう出してくれて、あの会うたんびにお腹をプニプニってされたりとか、あの本当にこうそうですね、表情豊かというか、会うと元気になるので、こうちょっと寂しいなっていう気持ちもあるんですけど、作詞家を目指されるということで、なんか本当に素晴らしいなって思うし、早く福田さんの作詞見てみたいなって思います。まだ見たことはないんですか？いやー、そんなまだ見たことはないんですけど、すごい楽しみです。はい、じゃあいずれは一緒に仕事ができればいいなって。あー、そうですね、もうぜひぜひ歌わせていただけたる日が来るのであれば歌わせていただけたら嬉しいなと思います。はい、今回の写真集は宮本かりん写真集かりん16ということで、私は今16歳なんですけれども、16歳の宮本かりんの笑顔だったり涙だったり、本当に自然な表情がたくさんたくさん、こう撮っていただいている写真集だと思うので、ぜひぜひ皆さん普段の宮本かりんを見ていただけたらいいなというふうに思います。よろしくお願いします。